好きだとは思ってない。そう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 。でも優一時期ついてたやろ。ついてた、ついてた、ついてた。最初優にツイッチついてた。あれなんで外れたの？いや、なんかアカウントのアットマーク以下をスタートした方がいいのかなとか思って。ああ、変えたの？そう、変えてみたら、たらなくなっちゃった。ラジオネームニコちゃん、新井さん、関さん、こんばんは。関さんに質問です。パリで一番美味しかった食べ物は何ですかと。ピザです。あ、ピザピザ、あ、ピザ美味しかったけど、牡蠣も美味しかったね。牡蠣、牡蠣はね、パリ有名かな。
あ、パリ有名なんだ。有名らしい。ピザは何が違う？ピザはね、イタリアに近かった。ピザの質感がどうと、うん、味がパリ本場っぽかったね。本場っぽいんだ。本場っぽかったね。やっぱちょっと違うの、日本の。なんかアメリカ感はなかった、ね。アメリカじゃなくて本場っぽかった。ああ。うん、え、薄い、あの薄いドゥリッドのやつ、ピザ。いや、本当に。あー、なんだなんだ、あの端は厚い。はい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 。で、結構本真ん中は薄い。薄いや、あれだ、あ、あれがパリ、パリというか、パリ、うん、パリ、あ、え、はい、じゃあまた来月ですかね。来月、来月、はい、来れたら、来れたら、はい、お願いします。メジャーな4択だと思うのでちょっと読んでみましょうか。ラジオネームさつき、答え卵、大根、厚揚げ、白玉。おお、順序も合ってる。おお、久々、クラブヌーの洗い口を 見返してたところ、洗い先生がおでんの具を語っていた回を見たからさ、語ってたんだって。ずるい回答にはなってしまいますが、一択の先生なら3年前からその答えは変わっていないはずだと思い、これならとお手入れしました。なるほど、答え知ってたと。そしてちょっと試されてもいたということですね、これは。3年前あんた言ってたよということですよね。うわ、しかも言ってたんだ俺。石原さん何にもロエベのも持ってないから、そう、向こうがじゃあもう用立てますって用立ててきたのが、世界で50個しかない銀色のポーチ。すっごいと思う。あ、やっぱそういうところ空気読めないからな、あの男。で、その渡された瞬間もさ、全員爆笑なんだけど、石原さんだけあのガチの反応で笑ってないっていうね。嬉しすぎて笑ってないっていう。これ来るんだ、うわーみたいな、感動しちゃって。そうなんだ、うん、でもユーム、うおーってなられたんじゃないの、その髪型で。なられない、なられない、なられない。誰ですかっていう感じを、あの、いや、さ、群衆、うん、なんか群衆の前でさ、はいはいはい、車のドア開いてさ、うん、俺ら今からここを通らないといけないわけみたいな、もうみんなカメラと構えてて、キャーみたいな、誰が来るかなみたいな、 K-POP スターでも来ようもんならあーみたいな、あ、なるところを行かないといけない。あ、そうだったんだ。そこを歩く人、そこをそう入んないといけないからさ、これとこれ、もうこれはマジ気合い入れて、あの大物感出していこうっつって、あ、入り口が共通、入り口が共通っていうか、うん、そうだったんだ。そう、そうなんだ。そう、いわゆるだから俺も全然そういうファッションショーで詳しくないけど、うん、多分イメージするあれだよね、ああいうと車から降りてきてのやつだよね。そう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 、あ、そう、そう、あそこ降りたんだ。あそこ の修羅場ですよ、本当に。実際反応はどうだったの。実際反応どうだったんだろうね。なんか俺の耳にはあんまり聞こえてなかったけど、うん、あの後で上がってた動画みたいなの見ると、うん、なんかすごいみんなジーザスみたいなの言ってて、へー、うん、みたいな。じゃあやっぱある程度受けてたんだね。ある程度受けてたっぽいね。分かんないけど、やっぱり適任だったね、言う、もう、いや、感じで言って、どうなんだろう。だからあれだよね、あの J-WAVE で好きなおでんを喋るぐらい、あ、やばいやばいやばいの感じだよ、ね、やばいやばいやばい。急にこっち来る、うん、いや俺もあのラジオ聞いてた、あのラジオ聞いててさ、うん、こいつマジで何言ってんだろうって。その気持ちだよ。ああ、その気持ちか。そうそうそう、あの気持ち一緒です。あの気持ち、うん、一緒の行動です。
喋ってんだよって思ってこいつってちょっとやっぱ客観的になるじゃん自分でこう聞くとさ、やばいなこのラジオ本当にやばい、どうしよう、一旦本当に路線変更してちょっともうちょっと真面目にやった方がいいのかなって一回振り返ったね先週